優子の優は優しいの優じゃないかって思い始めてきたよ今。私の勉強はそこそこ自信あったんですよ。あいつの方が俺だなんて認めたくない。そっか、二人は良きライバルって感じだね。いいじゃん。そんないいもんじゃねえっすよ。マジでムカついてますから。でも私なんて勉強やれって言われたから、なんとなくやってるだけだしさ。おい、ちょっと待ってよ、お前。なんとなくやってるだけで成績出る人が一番かっこいいじゃないですか。わかります？なんとなくでやってるだけでさ、成績取れる人めっちゃかっこいいじゃないですか。二回言っちゃったよ。目標なんてないし、ましてや、ライバルなんて考えたこともないな。それは、私にライバルなどのいない、敵などいないって言いたいのか？そういうことなのか？そして、藤君も相変わらずだね。相変わらず？藤君とは中学校が一緒なんだよね。彼、中学時代から有名だったのよ。どういう意味でだ？不良でってことか？柄が悪いってことか？隣町の女ナンパしたってことか？マジっすか？その話、マジか？別に大した話じゃないよ。彼は中学の時だからモテモテだったとか。んだあいつ死ね。逆恨み。中学の時にもある女の子と学年1位を争ってて、でも彼はいつも2位だったんだよな。おう、さらに頭いいやつがおったんじゃ。その時は器用で地頭はいいけどすぐに諦めるから、なかなか1位にはなってないイメージ。へえ、あいつでも2位とかあるのか。彼でも必死に食らいついていく気概がつけばもっと伸びるんだろうけど、あの子を結構あっさり見かけちゃうからな。全部がどうでもいいみたいな。ほう、わかった、わかりました。私があいつに勝てる唯一の方法が今ので。どういうひらめきがあったん？お、なんじゃらほい。なんじゃらほいって言い方する。ゆうこさん、明日の問題なんですが。お、なんか先輩となんか協力して一致団結してどうにかリベンジしようとしてる。翌日放課後。おう、失礼します。おせよ、フジ、どんだけ待たせんだ。うわ、びっくりした。なんだよ、いきなりテンション高えな。姉の影響を受けたのか。勝負じゃー。やめて、そんな大声で叫ばんといて、俺喉枯れる。おお、お待たせ、問題すってきたよ。これこんなに山積みにおるのにさらに作ってきたのか、すごいな。優子先輩、間違えた。優子先輩、ありがとうございます。これくらいどうってことないさ、かすみちゃん。一体どういう。はい、今日の問題先に止めた方が勝ちね。やーいとー。ちょ、勝手は始めたよ。まだ俺は乗るも降りるも言ってねえぞ。え、まさか逃げるの？勝手に逃げ。うわ、ダッサー。おっと、かすみ家、かすみ、ゆうこペアのペースです。てめえ、調子乗ってった。藤君、これは君にとってもいい勉強になると思うよ。ファイト。あ、はい。なんだ、弱み握られてんのか。いきなり勢い弱まったぞ、お前。なんだこの人、怖えよ。またあのタックル食らったら知る。タックルや、やんば。レスリング、ああ、レスリングがタックルあるんか。それにしたって怖いわ。この表情でアンダータックルしてくるとは思わんわ、お前。はい、よーいとーん。まだ来た、この世界。よっしゃー、おらー、今日は絶対負けない。今日の私には秘策がある。それは？それは？え、もしかしてシャーペンで相手ね、藤君の目つぶしてその間に解くとかそういうんじゃないだろうな。これは激物問題なのだ。優子さんチョイスと一年では解けない問題。え、マジっすか。前回の問題もそこそこ一年では解けなさそうな問題だったけど、次のことも俺には無理。
すぐに諦めろ。かっこらしい富士には絶対に解きたいのだ。私は解くがな。よっしゃー、行くぞおら。滑る歪の問題免許を突破しろ。青い矢印を目指す。ウェーブ、ウェーブとか滑る。あー、これなんかポケモン、昔のポケモンでこんなんあったな。でも簡単だ、簡単だぞお前。簡単だな。これからだ。次ウェーブ2。どうしようかな。こう滑ってみて、これ右行ったらさ、落ちたりせんかな、真ん中のところに。ドボン、あ、いかんのじゃ、いけるな。だとしたらこう、うん、違うなこれ。一旦戻ろうか、こっちか、こっち行ってみよう。この先に出たね、まだだこっち行ってみるか。あ、こう行って、ここか、こっちだ。で、こっからどうしようかな。どうかな、ちょっと考えさせられてるね。あ、OK だわ。こうか。あれ？確かに少しは歯応えあるけど、これじゃあ縁だって解けるぞ。先輩、信用していいですよね。なんか藤君のためにもなるって言ったけんさ、藤君が苦手な問題用意したんかな。さあ、激ムズ問題、かかってこーい。一直線です。そんな簡単でいいの？な、何か引っ掛けがあるのか？あ、先輩を疑うんじゃねえ。悩む暇にゃぶるちゅうあるから。進め、滑って滑いって、くびゃ。どうした？ふむふむ、なるほど、いきなり差し進め、見えない壁ってとこか。なんだ、ちゃんと先輩は難しい問題を用意してくれてたんじゃん。だったら何としても突破しちゃる。うおー、ここだけ見たらなんか脳筋みたいな感じになってる。脳筋プレイ見せてるみたいな感じになる。勉強の話なのに連打。ああまだまだ勉強かっこ物理ってことになってる。やばい、このゲームのタグがあったらさ、あ、終わった倒れたあー、もう詰まった。フジ、お前は解けてんのか。あな、今の音は一体どう。フジ君も詰まっとる。てか隣のレーン見えとんかよ。隣のレーンでフジ君の姿見えとんかよこれあいつ苦戦してるみたいだな。チャンスだ、集中しろ。きらめいた。このあからさまだ一本道をフェイク。正解をこの隠された場所にあるわー。なかったー何一人でコントしてんだお前は。お前くそ、何の言うことあんのかよ。危なすぎだ戻され方が雑やな。スマブラだったらこれちゃんとリフトに乗せられて帰ってくるのに。くそー、なんて難しさだ。難しすぎてちょっと気持ちよくなってきたぞ。 M じゃねえかちょっとマゾッケができ始めていいんじゃない、かすみちゃん。しかしこのままでは不利に負ける。あいつはまだだよな。溶けてる。あれ、いない。一体どこに戻ってきる。あれ、あいつあんなところに一体何してんだ。序盤の解き方ちょっと間違っとるかって考え始めたパターンかな。おい、フジ、お前もう解きねえのかよ。うっせえな。で、待て、問題解いてろ。んだよ、お前、諦めてんじゃねえよ。お前はこの難問に何も感じてんのか。ちなみに私は、
なんか変に気持ちよさを感じてるぞ。クソだりってことなら感じるぞ。それだけ？お前この不感症候炎、不感症やろうか。不感症？ここまであいつがつまねえ野郎だとは思わなかったぜ。こんな意味わかんねえ問題ゾコゾコしねえ方がおかしいだろ。おい、かずみちゃんの性癖がまだ一つ開拓されました。おい、頬をあくらめてんじゃねえよ変態。いくぞ。うわあ、ちょっとー、だから今度はやめろお前。あ、まだいいな。ハード出すなお前。ハード出すなお前。まあ、いじめられてちょっと興奮してる変態さんかお前は。ちょ、これマジか。これまずい。でもいじめも解ける気がしない。でもなんか嬉しいぞ。ハチの言う通り、こんな問題挑むだけ無意味。どうでも言うと思ってか。絶対解いてやるぜ。うわー、うわー、あれ、お、来た、ルートが見えた。奇跡を見たー。この道筋はいける。これは最後までいけるぞ。おお、ミッションクリア。奇跡、解けたん。解けたー。はあ、嘘つけ、お前が時がこれよ。おお、正解。今回はかすみちゃんの勝ち。よっしゃー。うわー、そんなバカな。おい、見せろ、どうやって。いやー、完全にまぐれだよねこれ。諦めずに試行錯誤した結果だし、実力のうち。あ、そういうことか。諦めなければ奇跡は起きるんだよってこと教えなかったんじゃ、ゆうこさん。ヒュー、やりました、かすみ選手。なんて読むんだ、何て読むんだかすみ。お前難しい漢字を使うな。俺漢字読めねえんだよ。の時フチを見事打ち取りました。お、俺は認めねえ。こうなるカウントに入らねえぞ。ペクソクソク、昨日の言い切った発言が懐かしいですな。調子飲んじゃねえ。お、暴力はダメだぞ、あんたが言うな。てめえが言うな。やっぱ突っ込むよね。先輩、ここは手元叩いてください。かすみちゃん、勉強では一心報いることができました。でもでもまだ私一つの破られた形を晴らせてないんです。かすみ連続パンチの無念、ここで晴らす。あ、そうか、次はそんな必殺技あったな。名前は普通すぎて忘れとったわ。かすみちゃん、まさか、うわー、必殺かすみキック。ブドウ派が来た。なんだそれ。あ、俺がやるんだよそれ。あ、あ、まじや、あ、そっか、タップしなあかんねん、これタップしなあかんやん、タップしなあかんやん。かすみキック。ミッションクリアじゃねえよお前。あはははこれを食らって立っていられたものは。あはなんか両親捕らえられた猿みたいな感じになってる。いないはずなのにバカな。起きれば褒められただと。恥ずかしいことがなんだって。え、だったらいくらでも聞かせて。あー、今捕まった時明らかにスカートがピローってめくってパンツが見とったはずだ。あ、藤君絶対パンツ見てたわお前。こんなやつでもパンツは見てたわお前。くっそー、無駄にいい肉体しやがってクソが。覚えてろ、次は絶対お前をぶっ倒す。逃がすか、待ちやがれ。おい、いつも通りのチェイスには始まった。トムとジェリー、トムとジェリー、あの子たち常に何かで張り合っていないと気が済まないのかね。ああ、さゆり先輩、こういう時まですごい悪い顔してる。なんと、まあ、ほんと仲のいい二人なこと。ほんとよな、これさ、
第30話あたりで付き合いそうだもんな、何気に。あ、終わった。ケース03、下手な鉄砲、数じゃ当たる。というわけで今回はこんな感じで、戦争は戦争でもちゃんと勉強で戦争してたね。これちゃんとした学生の姿だったかな。ちゃんとしとんかな、これ。それより、ゆうこ先輩、レスリング先輩が、ちょっとキャラ濃かった、悪い顔してたけど、別に裏世界と繋がっとうわけじゃなかったんやな。俺の勘違いだったらしいわ。ごめんなさいね。それで今回も終わりました。今回もすごいさ、過激なところがあったけどさ、まだ24時間も戦争してないから、まだせいぜい合わせても1時間か2時間ぐらいだから、まだまだ戦うところを見せてもらいますよ。第4話期待してますよ。っていうかもう第4話公開されてるんだよな。この第3話やり始めがちょっと遅くなったから、第4話公開されてるんだよな。また次の戦争でお会いしましょう。グッドラック。